ソシオニクス、このチャンネルでソシオニクスを紹介させていただくときはですね、はい、みまいさんのいざよいブログを元に紹介させていただいております、はい、概要欄にリンクがございますので、はい、ぜひ自分を知り、うん、人を知れば百戦危うからずなんて言いますが、はい、うん、でもまあ生きてるってことはそうですね、うん、はい、何の話してますか。いや、はい、自分のこと分かってるのかなって今、うんうんうん、分かってないかもしれないけど、分かってないかもしれないですね、うんうん、どこかで、はい、あ、これが自分だったなって思うんですかね。思う必要ないんじゃないですか。うん、そんな気はしますね。はい。で、今日は SLE、はい、というところで、うん、この SLE はですね、うん、貪欲な野心家、脅威の行動力、うん、駆け引き上手という特徴があるタイプで、うん、諸説あるが、うん、この MBTI のタイプとは、うん、ESTP、はい、諸説ある、はい、ESTP と、まあ、対応するのではなんてなっており、はい、基本的な性格としましては、うん、自分の正しさに自信があり、うん、目的のためならどんな険しい道でも果敢に突き進みますと、うん、SLE は決断力のある目標志向の人ですと、うん、大きな目標だけを打ち立てるのが好きで、うん、どんな障害があろうとそれに向かって進もうとします、うん、SLE の根気強さは打ち勝たねばならない障害の数に比例していますと、はい、なるほど、うん、障害の数が多ければ多いほど、うん、その分根気強さも強いってことですね、うんうん、こういう人が多分勝つんですよね。勝つけど、まあ苦しいかもしれないですよね。勝っても勝っても壁がある。ああ、なるほど、はい、駆け引くも上手で、うん、黒幕の役を担い、うん、まるでチェス駒のように人や状況を上手に操りますと、うんうん、SLE はあらかじめ行動の予定を論理的に見積もるが、うん、それはさながらチェスで遊んでいるかのようですと、うんうんうん、柔軟な戦術家ですと、うん、そんな活発な SLE ですが、うん、ちょっと暴走しがちなところがありますと、うん、自分の目的のために、はい、この駒ですね、うん、目的のために人を軽んじやすく、うんうんうん、恨みを買って予定外のピンチに追い込まれるかもしれません、うんうんうん、まあ、この社会は複雑ですからね、うんうんうん、はい、常に強い者が勝つとは限らない、うん、数の論理もある、うん、はい、まあ、捨て駒を使うってことですよね、平気で。だから捨て駒って言うなって話ですね。そうそう、俺は捨てじゃないって、捨て駒って、お前は捨て駒って平気使っちゃうから、はい、俺は自分の人生捨ててないって思いますよね。こいつは反抗してくるみたいな、はい、数が捨て駒いっぱいあると数がで、はい、うん、またあの五花の天王にあらずなんて言ってね、うん、捨て駒だっただと思ってた人が、うんうん、急に力をつける場合がある、うん、はい、しこう捨て駒将棋だったら相手の駒になるわけじゃないですか。おっと。そうですね、はい、はい、将棋だとそうですね、将棋だと相手のコマンダー、チェスでは違うが、はい、はい、っていうところ、はい、で、SLE のではこの8つの心理機能がどう働いているかっていうのを、まあ、モデル A と言うんですけど、はい、こちらですと、はい、一番左上が手動する機能、はい、ファースト手動する機能と言いますと、はい、うん、手動する機能というのはこの SLE にとっての頭の中のリーダーですと、はい、中心となる機能で目立ち、まあ、自覚もある、うん、で自信もあるので、この葛藤がある場合に最終決断を下すのがこの部分、うん、で SLE にとってこの手動する機能は、うん、SE ですと、手動する機能に SE を持つこのタイプは、うん、活発に行動したり交流したりしている人々といると気楽さを感じる、うん、人を組織し必要に応じて動かし、うん、特定の目標へ方向づけることができると、うん、さらに他者に服従したり、うん、貢献したりするのも、うん、まあこの、まあ、で別にできる、うん、好きでできる、うん、それはよりも自分の目的を効率的に物事を起こすことができるからだと、うんうんうん、人の目的じゃないってことですね、うんうんうん、自分の目的に沿った時には、うん、他者に服従したりもできると、うんうん、自分の周りで生じている縄張り争いや対立に敏感、うん、他人から攻撃的あるいは
敵対的な方法で動かされそうになったり、うん、何かさせられそうになったりすると、うん、即座に自分も敵対しますと、うん、まあ、自分の目的には沿わないから、うんうんうん、人々がお互いに操作しようとしていたり、うん、何らかの目的を持って自分を組織化しようとしたりするとすぐに察知する、うんうん、自分の目的を達成するために自主的に攻撃を仕掛けることもあると、うんうん、自分が何をして何を着て、うん、何を食べて、うん、何に似ていて全て自分で決めたいと思っていて、うんうん、他人に決められそうになると憤慨すると、うん、しかし自分が最も目立てるのであれば、うん、他者の考えやアドバイスも受け入れるよと、うん、困難な状況で自分の意思を試すのを楽しむ、うん、人生を逆境と困難に満ちた険しい道のりとして捉え、うん、切り抜けて打破しなければならないものと考えていますと、うんうん、強いですね、うん、これは、うん、主機能が外交感覚の人がそうだっていうことですね、はい、なるほど、うん、でも一緒じゃないですか外交感覚主機能そうですね、はい、あのね、うん、僕がこの部分で分かるのは、うん、自分が目立つ地位にいられるのなら、うんうん、他の言いなりでいいよ、うんうんうん、っていうのは分かります、うん、でその後ろにロジックが来るかですよねそうですね、はい、はい。あと僕はよく自分のことを、うん、なんかそのヒエラルキーとか、はい、そういうのが見えるなんて言ったりするんですけど、うんうん、それがやっぱりここにも出ていて、うんうん、なんか縄張り争いに敏感でとか、うん、まあ、どっちにつくか、うんうんうん、どっちについた時に自分がより優位になるか、うんうんうん、みたいなのは、うん、みんな考えてるんじゃないのとかって思ったりするんですけど、うん、あんまりまあ多少は考えますよ、はい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 、全く考えないことはないけど、はい、それが主ではない感じはありますなるほど、はい、ということですね、はいはい、あ、なんでまあ僕が今自分は、うん、私はこのソシオニクスをやると、はい、外交感覚指導する機能が SE、うん、外交感覚なんですけど、うん、この自分で人生を逆境と困難に満ちた険しい道のりとして捉えてるんですね、うん、よく言いますよねそうやって、はい、あ、険しいあの道のりを重い荷物を背負っていくようなものだと言ってますね、言ってます、ね、自分でそうやって言ってるんですね言ってますよしょうがないですね、じゃあ苦しいのはそれを乗り越えなければいけないって思ってるってことですよね。みんなそうは思ってないんですね、まあ、そんなに思ってますけど、はい、だから重要上の方ではないって感じです。それはまあそうだよねぐらいの、あ、うん、勝手に作ってるんですねこれは、うん、っていう気持ちはすごいわかります、はいはい、というこの SE の主導する機能が SE の人、はい、ではこの右に行きますセカンドは想像する機能と言います、はい、想像する機能というのはクリエイティブファンクション、うん、主導する機能を補佐する副リーダーですと、はい、状況を判断してそれをリーダーに伝えるのが仕事、はい、主導する機能に比べると、まあ、自信がないので控えめっていうところですね、うん、新しいことについては創造性が富むが、はい、一貫性は欠けてるブレやすいというところなんですけど、そこが SLE にとっては TI、うん、内向思考ですと、うん、自分が経験したり学習したりしてきた一連の現象を説明するため、うん、論理体系化や公式化を簡単に行いますと、うん、しかしこの論理体系あるいはそれに基づく説明は、うん、永久的でもなければ、うん、包括的なものでもありませんと、うん、新しい経験や情報が加われば、うん、変わることもあるし、うん、あっさり切り捨てられることもありますと、うんうん、まあ、要は柔軟にできるけどっていうことですね、まあ そこにまあ、それをまあブレやすいというか、うん、それが主機能の人は多分それをガチッと持ってるけど、はいはいはい、主機能じゃないからまあそうやって柔軟な感じですよみたいな、はい、でそこに内向思考を使ってるっていうことですね、はい、で僕はそこで内向感情を使ってるってことですね、はい、まあ気持ちが邪魔をするんでしょうね、だから、はいはい、人としてどうなんだろうとか、うんうん、この人と比べてどうだろうとか、うん、どう見られてるだろうとか、どうそう多分自分がどう思うか、はい、あんやん、うん、それあんまり良くないみたいな、はい、それかっこ悪いみたいな、でこの SLE の人はそこに理論体系化しているのがやっぱりちょっと強者感はありますよね、まあ、理論が来ると、はい、まあ、でもその強者アピールみたいなのもありますけどね、ツイッター見てると
FE とか、まあ、F 感情タイプの、はいはいはい、でもこう強者感漂わせてる人とかもいますからね。 FE の分際で FE とかいますよ、いますよ。 FE が何を誇りますか。あそこでそこで勝負ですか、はい、そこで勝負ですよ。なるほどね、はい、持ってるカードね。持ってるカードですよ。持ってるカードでそこを出してくるんですね。ウェーイって楽しく行こうぜある種それは強いですね。はい、そうですよ、それは強いですよ。僕それもないんですよね僕そこでね、うん、理論の方がかっこいいだろ強いだろと思ってるんですよっていう思いがあるからですよね多分、はい、理論でやるのかっこいいじゃん、うん、まあ、コンプレックスがあるからですけどね、はいはい、思考の人って、うんうん、感情に対してコンプレックスなんて抱きますか。あのうまいことやりやがってとかあるんじゃないですか、コミュニケーションうまいこと。あ、うん、バカのくせに言ってなんかバカのくせにうまいことやりやがってまあそういうのとか、まあ、バカのくせにって思ってるかどうかわかんないですけど。なるほどね、うん、このいろんな人がいる中でうまいこと立ち回るじゃないですか。立ち回りだけでさうまくやってんじゃないのなんてって思ったりとか、はいはい、自分はそれができねえみたいな、まあ、できないってことは言うか言わないかは別にしてね、はい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 、なるほど、